こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、脱おじさん2月の大人コーデベスト3というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。今撮影しているのは1月の末なんですが、まあ、最近は結構寒い日が続いてるんですよね。まあ、おそらく2月に入ってからもかなり寒い日が続くかなと思いますので、この時期に僕ら大人世代はどんな服を着ればいいのか、どうすればおじさんっぽく見えないのか、このあたりをですね、今回は徹底的にですね、解説をしていきたいな と思っていますちなみに僕の YouTube チャンネルの中ではいろんなシリーズがあるんですね。ユニクロのシリーズがあったりだとか、GU のシリーズだとか、グリーンレベルトのシリーズとか、まあいろんなものがある中で結構人気なのが大人世代に向けた脱おじさんシリーズなんですね。まあ、僕自身もそうなんですが、年を重ねていく中で、まあ、なるべくですね、おじさんに見られたくないなとか、なるべく若々しくですね、日々の着こなしを楽しみたいなという方は少なくないかなと思うんですね。ですので今回は は2月1年の中でも最も寒い時期になるべくですね若々しく大人の着こなしができるようにですね具体的なコーデを3つご紹介したいなと思ってますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからはですね、具体的に脱おじさん2月コーデをですね、解説をしたいなと思ってるんですが、まず一つ目、もう絶対に欠かせないのは、このようなロング丈の綺麗めなコートを使った着こなしですね。これは今回ご紹介する3つのコーデの中で、まあ、最も綺麗めになるのかなというふうに思っています。今僕が着てるのは、チェスターコート、今季のグリーンレベルのものなんですが、これがすごく使い勝手が良くて、まあ、日常的にもよく着ているんですが、まあ、このようなチェスターコート チェスターコート自体は、どちらかというと、もう定番アイテムなんですよね。長年ずっとあるようなアイテムで、目新しさみたいなものはないんですが、まあ、最近のチェスターコートは、少しサイズ感も、ゆとりを持ったもの、バリエーションが出てくるようになりました。今僕が着ているものも、例えば肩周りはラグランになっていて、ちょっと丸みのあるようなシルエットになってるんですね。身幅もですね、そんなにタイトではないので、ちょっと今の気分にも合うようなチェスターコートになっています。まあ、このようなチェスターコートを着るだけで、大人世代も きれいめではあるんですが適度にカジュアル感も出すことができるので、まあ、すごくいい一枚かなと思いますまあ、ちょっとこれも在庫がないかなと思うので似たようなですねちょっと緩めのチェスターコートは概要欄にリンクを貼っておきたいなと思うんですがまだ持ってない方はですねぜひこういったものもですねトライをしていただきたいなと思っていますまあ、このようなややゆったりめのチェスターコートまたはステンカラーコートとかでもいいかなと思うんですけどもこういったものの利点というのは内側にレイヤードを作ることができるというところなんですね これがタイトすぎるとあんまり内側に着込めないんですがちょっとゆったりめなので今回はですね内側にジージャンですねまあデニムジャケットとも呼びますがこういったものを合わせてみました僕は結構真冬の着こなしではこういった短めのアウターとロング丈のアウターを合わせるようなことをよくやるんですねこれなぜかというと結局コートって室内では脱ぐじゃないですか、まあ、その時にも着こなしがちゃんと成立するので丈の短いアウターと重ね着するのが結構 便利なんですよね。はい、こんな感じですね。G ジャンのスタイルというのも、まあ僕ら大人世代からすると安心感があって、先日もユニクロのデニムジャケット皆さんにご紹介しましたが、あれもすごい完成度が高かったと思うんですね。まあこのようなデニムジャケットを着て、ボトムスをブラックで引き締める、まあ、スラックス系のですね、こうセンタープレスの効いたようなパンツを合わせてもらえば、結構デニムジャケットでも綺麗めに見えるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、デニムジャケットと、そしてロング丈のコートというですね、ちょっと新鮮な組み合わせ、 やっていいいたただきたいなと思います、まあ、一般的にはですね、そんなに周りにやってる方は多くないかなと思うんですが、おしゃれが好きな方の間では、この着こなしって結構定番的でやってる方も多いので、ぜひ一度トライしていただきたいなと思っています。 で、ボトムスはですね、先ほどもご紹介しましたが、まあ、上半身が今回はですね、ちょっとモカカラーですね、ベージュとブラウンの間ぐらいの色味で、少しコクがあるような色合いなので、ボトムスはブラックで引き締めました。これはもう数年前に買ったユニクロ U のですね、ボトムスなんですが、結構これが気に入っていて、なんだかんだで長く使っています。そして足元はですね、結構何でも合うんですよ。白のジャーマントレーナーとか、白のシンプルなオールスタークップとかでも合うんですが、まあ、今回はですね、少しカジュアル感を出した かったのでニューバランスの新しいスニーカーですね1906というモデルをですね履いてみましたこちらもスニーカー自体がベージュなのでコートの色合いとちょっと合わせているんですねまあ、よくやる色合わせとしてスニーカーの色と他のですねアイテムの色を少しリンクさせてあげるというテクニックがあってまあ、ベージュとモカっていうのは系統が同じなのですごく馴染みがいいかなと思うので今回はこういったものを合わせてみましたもちろんグレー系の996とかでも合いますしまあ、皆さんのもと 手持ちの靴大体合うかなと思うのでまぜ、あ、ひこのような綺麗めなコートとデニムジャケットこれを合わせるようなレイヤードスタイルですね特に2月とかはこのような重ね着をすると暖かいかなと思うので試していただければなと思っています はい、続いて2点目のですね、脱おじさん2月コーデなんですが、ダウンを使った着こなしになります。やっぱり2月といえば、このような厚手のダウンは欠かせないアイテムかなと思うんですが、まあ、ダウンの着こなしってどうしても単調になりがちなんですね。まあ、特にダウンのカラーとしては、ブラック、ネイビー、ダークグレー、このあたりを持ってる方がもう全体の7割ぐらいなのかなと思うんですね。ブラックのダウン、すごく合わせはしやすいんですが、それに対して僕の大好きなブラックのパンツとか 合わせててししままうううととやっぱり地味に見えんんででですすねね、まあ、冬もも結構長長いのでダウン着るる時期も長くなると思うんです、ねまあ、その時にちょっと工夫をした方がいつものダウンのスタイルも華やかにちょっとマンネリ化をですね防げるかなと思うので結構今回はですね大胆な着こなしにしてみました今着てるダウン自体はですねグリーンレーベルの今シーズンのものではなくて先シーズンのものですねちょっと着丈が長くてかなりですね暖かいダウンになってまして割と 12月とか1月ぐらいまでは中綿のアウターでもいけるんですが2月の本格的に寒くなった頃にはこのダウンがめちゃくちゃ便利で活躍してくれるんですねまあ、竹の短いですねベーシックなダウンもいいんですがお尻がですね隠れるぐらいのこれぐらいの竹の長さってかなり大人っぽく見えて個人的にはすごくバランスがいいかなと思っていますまあ、今シーズンも似たようなものが置いてあると思うので、まあ、ぜひそちらもチェックしていただきたいなと思うんですが、まあ、このようなブラックのダウンをまずは着まし してその内側ですね。 ここにブラックだとかグレーだとかそういったニットを持ってくると結構無難なスタイルになってそれはそれでいいんですけども今回はユニクロのですねロイヤルブルーのニットですねこちらを合わせてみました詳細は過去の僕の動画を見ていただきたいなと思うんですがこの色合いがめちゃくちゃ良くてネイビーのようなベーシックカラーに比べると少し明るさがあって華やかさのあるような色合いなんですねこのようなロイヤルブルー系の色とブラックの相性もすごくいいですし 一枚入れるだけで結構華やかさが出るので僕たち大人世代にはかなりこれは使いやすいカラーかなと思います。まあ、ユニコ以外でも様々なセレクトショップでも今季はですね、このようなロイヤルブルーとかそういった色合いが多かったかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですね、こういった色でマンネリ化した着こなしをですね、華やかに振ってあげるのはバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、ボトムスなんですがこれブラックだとかダークグレーでももちろんいいんですよ。でもちょっとマンネリ化を防ぎたいなということでまた旬なですね、ホワイト 系のパンツを合わせてみましたまあ、ダウンがブラックで結構重たくて面積も大きいのでまあ、ボトムスはちょっと明るめに振ってあげるとこれまたですね鮮度が高い着こなしができるかなと思いますこれはですね今期のビューティアンドユースで購入して こうめちゃくちゃ入ってますね、これも。まあ、シルエットが少しゆとりがあって、まあ、従来の白パンに比べると、少しですね、今のトレンド感を感じさせてくれるようなものになってまして、すごく仕上がりが良かったです。まあ、ユニクロでも今後ですね、白だとか、オフホワイト、ナチュラウ系のボトムスは、まあ、どんどん解説をしていきたいなと思うので、まあ、今後の動画楽しみにしていただきたいなと思っています。まあ、これだけでもダウンの着こなしなんですけども、いつもとは違った雰囲気は、かなり出せてるんじゃないのかなと思います。で、靴に関しては、 白スカシロなので、白レザースニーカー合わなくはないんですが、やや難易度が高くなるんですね。 白いパンツと白い靴だとちょっと失敗するとですね、あれ間違えてきちゃったんですか感が出てしまうので、まあ、ここはですね、ニューバランスのグレー系のスニーカーを履いています。このニューバランスのど真ん中のグレー系と白パンって結構相性が良くて、これに勝る組み合わせは僕はないかなと思っているので、今回はこちらを合わせてみました。定番の996とかそのあたりで合わせるとすごくバランスがいいので、まあ、このようなですね、ダウンを使ったちょっと鮮度の高い着こなしも結構ですね、大人世代が着ると清潔感 があって脱おじさんにふさわしい着こなしができるかなと思うのでトライをしていただきたいなと思っています はい。ついてラスト3点目の着こなしなんですが、今度はですね、まあ、2月の中でもそんなに寒くない日向けの着こなしなんですが、今回はですね、こちらモッツコートですね。春の新作のコートをメインとして作ってみたコーデなんですが、まあ、薄手のコートなんですけども、ある程度重ね着してあげれば、2月ですとか3月ぐらいから活躍させることができるのかなというふうに思っています。まあ、これ自体には保温性はそんなにないんですが、 例えば今一番下にはヒートテックのロンティーを着ていましてその上にですねバンドカラーの白シャツですねこれもですね先日動画でご紹介したユニクロのものになってるんですがまあこういったものを一番下に着ていてその上にですね丸首のニットですねこれは今季のビューティーユースのナチュアルカラーのですねニットを合わせていますまあちょっと着こなし全体が重ためなので内側はですね明るめのカラーでまとめてみましたそしてボトムスはですねオリーブのパンツなんですが、まあ先 先日の GU のコードの解説では白のパンツをお勧めしていましたが今回の着こなしも白パンもちろん合うと思うんですが先ほどのダウンのコーディネートで白パン使ってしまったので今回はオリーブのパンツを合わせてみました結構色々と試したんですがこのブラックのですねモッツコートには意外とですね同じくメリタリーっぽさを感じるようなオリーブのパンツが相性が良かったんですねただ色合いとしてちょっと失敗するとおじさんっぽく見えてしまうのでこの内側は爽やかなホワイト系でまとめてみましたモッツ コートだとか、こういったオリーブ系のパンツって、失敗するとおじさん見えするところではあるんですが、シャツをレイヤードしてあげたいだとか、綺麗めな白系のニットを合わせたいだとか、あと足元ですね、ジャーマントレーナー合わせてますが、ここがニューバランスだと、やっぱりちょっとおじさん方向に触れてしまうので、まあ、スニーカーは今回はですね、爽やかに見えるような白レザースニーカーを合わせてみました。まあ、このように大人の男性が好きそうなミリタリーだとか、古着っぽいアイテムでも、コーディネート次第で結構大人っぽく見せることができるかな と思うんですねちなみに、モッツコートなんですが、これをオリーブにしてしまうと、なかなか僕ら世代は着こなすのが難しいし、ちょっとおじさんっぽく見えてしまうので、まあ、ブラックを選んだ方がよりですね、シャープに見えやすいかなと思うので、まあ、このような着こなしもぜひ実践していただきたいなと思います。ちなみに、これだけじゃどうにも寒いよという場合は、この内側にですね、先日もご紹介した インナーダウンですね。まあ、様々なブランドから出ています。まあ、先日の動画ではユニクロ、ワークマン、そしてタイヨンを比較したわけなんですが、まあ、このようなものをですね、内側に入れてあげれば、持つコート、さらに使い勝手が良くなるかなと思うので、ぜひこのような春コートを使った着こなしも試していただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、脱おじさん2月号でベスト3というテーマでお届けをしました。まあ、どの着こなしもそこまで難しいものではないので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもお手持ちのもので、似たようなものがあったらトライをしていただきたいなと思いますし、ちょっとアイテム足りてないなという場合は、まあ、似たような商品をですね、概要欄にリンクを載せておきますので、まあ、そちらぜひチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、アウターに関しては、ロング丈のコートとダウンと春っぽいアウターですね。まあここではですね ですね、持つことをご紹介しましたが、このあたりさえ持っておけば、あとは内側に合わせるものですとか、ボトムスの湯とかで、春らしさだとか、爽やかさを加えてあげることができるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さん今回の動画を参考しながら、2月の着こなし楽しんでいただければなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの日もですね分かりやすく解説したいなと思ってるんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと解説をしています週にオリジナルの動画を4本アップをしていましてそのうち1本はですねライブ配信という形で皆さんからのご質問にお答えするような形で運営をしていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかです、ね ね、ゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンも運営をしていますそちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムをですね僕の方で1日2回アップをしていますまた僕以外のスタイリストさんも参加をしていまして記事をアップしてくれたりですとかあとは参加者の皆さんもですね記事をアップすることができるのでまあ、1日に様々な記事を読むことができますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに